株式会社キューブ代表取締役社長の松村です。本日は大変お忙しい中、当社二千二十三年十二月期第二四半期決算説明会にお集まりいただき誠にありがとうございます。それでは決算報告の説明に入らせていただきます。二千二十三年十二月期第二四半期決算サマリーの説明となります。 売上高は昨年比で成長率は12.7%減営業利益率は前年同期21.1%から7.9%へと推移しております減少の要因といたしましては国内におけるリテールや EC 等の主力チャネルはおおむね好調に推移するも 右下の図海外売上高比率の低下にもございますようにコロナによるゴルフ需要が急激に増えた韓国向け卸売チャンネルが作対比で見ると大きく減少したことによるものとなりまます。続きまして業績ハイライラトとなります。 新型コロナウイルス感染拡大症以降世界的にゴルフ市場が活性化しておりましたがその過熱感は落ち着きつつあるものと認識しております先ほど申し上げました通り韓国においてはその影響が特に顕著であり前年第2四半期と比較するとその売上は減少に転じております一方で国内のリテールチャンネルについては新規出店や インバウンド需要の回復などから継続した成長を続けております今後もタイムリーな新商品の展開とデジタル広告を通じたパワーコンテンツの配信等を続け国内外の EC チャンネルにおいても高い成長率での推移を目指してまいりますまた2022年から開始している イタリアを中心とした欧米向けの卸売、2023年下期から展開が始まる ASEAN アア諸国や東アジアへの卸売を強化いたしまして現地パートナーを通じた出店ならびに越境意思を通じたグローバル戦略での収益力を強化しバランスの取れたグローバル展開を強化することが今後の成長要因となってまいります。 続きまして、業績概要となります。先ほど説明いたしました通りに、売上高は12.7%減少し、荒れ利益の減少につながっております。その他の減少要因、業績予想の面につきましては、次のページ以降にてご説明させていただきます。続きまして、営業利益増減要因となります。 韓国のゴルフブームの収まりにより海外卸売が減少したことで粗利率については前年と比較して増加しておりますが粗利額は減少に転じておりますなお商品原価率の悪化については生じてはおりませんその他当第二四半期における営業損益の増減ポイントといたしましては業用拡大による従業員数の増加とともに人件費が増加しております 中長期的な成長ドライバーである海外向けの人材強化やクリエイティブ人材の獲得は継続して進めていく方針でございますまた青山に開店したフラッグシップストアに関連する宣伝広告費や地代家賃、減価償却費、消耗品費が増加しておりますその他上場に伴う新たな景気の発生といたしまして外景標準課税も計上しております 続いて BS の概要となります BS については大きな変化は生じてはございませんが春夏シーズンの終了に向けて営業再建、債務、在庫は減少しておりますまた4月に開店した新店関係の固定資産等が増加しております、えー、続いてキャッシュフローの概要となります バランスシート同様に進展オープンに伴う投資活動によるキャッシュフローが増加しております続きまして国地域別展開状況の説明となりますコロナによるゴルフブームの加熱感は落ち着きを見せ前年同期比で国内は6.6ポイントの増加韓国は10.4ポイント減少する形となってしまいました一方で 欧米並びに新規展開国の卸売や越境 EC については、新たな開拓が進んでおります。続きまして、重要指標と財務 KPI となります。こちらの内容については、お目通しをお願いいたします。続きまして、経営方針、業績進捗、予想の説明に入らせていただきます。 こちらは、今後の、えー、チャネル計画となります。日本国内においては、青山路面店の出店に続き、2023年4月、阪急梅田店の大型化を行っております。また、この秋には、東海エリアにおいて好調な新カテゴリーの単独出店を行い、ブランドの進化を進めてまいります。2024年春には、東京都内 関西エリアの店舗における増殖と拡張リニューアルを予定しております。続いて2025年には関西エリアにおいて青山の路面店に続く関西初の大型フラッグシップストアの出店を予定しております。収益力の向上と海外に向けたブランド発信の強化を目的に店舗の開発と売上の拡大を図ってまいります。以降においても、過度の出店は行わず、 ブランディングの観点と各種データを分析した上で主要都市圏の出店開発を継続的に展開していきます海外におきましてはイタリア、米国における取引量の増加中国をはじめといたしました東アジア、アスヤン地域での未開拓市場における新規開発を進めてまいります続きまして海外展開についてご説明いたします 先ほどもご説明いたしましたとおりに重要指標と位置づける海外展開におきましては新規展開国となりますインドネシアやタイ台湾などを皮切りに中国をはじめとした東アジア ASEAN アア地域でのパートナー候補との交渉を進め今後も力強く成長するアジアの富裕層をターゲットにしたボリュームゾーンでの収益力の拡大も図ってまいります。 また、イタリア米国における新規獲得、えー、既存取引先との取引量の増加を並行して進め、えー、未開拓市場における新規卸売先、えー、現地パートナーの開発に努めてまいります。越境維新におきましては、新規展開国における、えー、ブランドの認知と、えー、デジタルを通じたコンテンツ配信、OMO 戦略を通じたオンライン、オフラインの両面から PR を展開いたしまして、 好調に推移してていいるトラフィックのの増加と売上の拡大を図ってまいりまりすその他、需要が戻りつつあるインバウンドに対しても、リテール、EC の両面から SN、SNS やアプリなどを通じ、その国に適したブランド提案を継続して行い、さらなる収益力の向上と、海外での認知度を高めていけるよう取り組んでまいります。続きまして 2023年12月期のの事業計画の説明となりますこのたび第2四半期までの業績及び第3四半期以降の業績見通しを改めて精査した結果業績予想を見直すことといたしました売上高は当初予算費の15%減前年比9%減の50億6千万円営業利益は当初予算費54%減 前年比51.4%減の4億4000万円。経常利益は当初予算比53.2%減、前年比50.5%減の4億4000万円。当期準利益は当初予算比54.6%減、前年期50.9%減の2億9900万円を見込んでおります。続きまして、 営業利益について、当初予算と修正予算の増減要因をご説明いたします。ご覧いただいている図の通り、売上総利益の見込みが当初と比較し減少したことにより、営業利益の見込みも減少しております。売上総利益の減少要因は、売上の減少に起因するものとなります。なお、商品原価率の乖離はほぼございません。 続きまして、重要指標の説明に入らせていただきます。海外売上高比率は、前期比で9.4ポイント減少の34.3%を見込んでおります。EC 下率は、前期比で4.8ポイント増加した25.3%を見込んでおります。その背景とした各チャンネル別売上高推移についてご説明いたします。 初めに韓国の卸売につきましては本日にこれまで何度もご説明しておりますとおり今回の業績予想修正にあたり最もインパクトがあった部分となります。 コロナパンデミックによる2022年において韓国内におけるゴルフ需要が急激に増加したことで韓国の代理店の受注が一時的に増加売上はが急増した反動から今期は当初予算比で24.7%減前期比で33.7%減を見込んでおります。たただだしこの図からもご覧いただけますとおり 2021年と2023年の売上比較におきましては進捗しておりまして引き続き韓国ゴルフ市場は成長するものと見込んでおります。また2023年に入ってから韓国のゴルフ市場全体の動向は予想よりは悪くはなく前年比で10%程度の減少にとどまっているとのことです。 同様に、当社ブランドの現地での販売も10%程度の減少で推移しており、コロナによるゴルフブームが収束しても、韓国におけるゴルフ需要は底堅く推移していくものと想定しております。また、韓国内における新規出店、フラッグシップストア並びに既存店のリニューアルも予定しており、 ゴルフブームの加熱が落ち着いた後も本来あるべき安定した売上を継続するものと考えております。次に今後の成長の主軸となる海外オールシについては、当初予算費で二十八点七パーセント減、昨対比では五点七パーセント減とほぼ横ばいの動きとなる見込みであります。当初の想定よりは立ち上がりが遅くなっているものの、足元ではインドネシアやタイ 台湾などの新規国での受注獲得や現地パートナーとの交渉は常に進んでおり引き続き来季以降の売上につなげてまいりますまた国内の卸しについてはパンデミックによる影響で他のアパレルブランド含め物流生産における遅延が生じていた結果在庫が一時的に膨れ仕入れが難しい状況が続いているということもあり 前期比で10.9%の減少を見込んでおりますこちらは概おむね正体通りの予算に着手するものと見込んでおります当社の成長ドライバーである B2C チャンネルとしてまず海外 EC につきましては積極的な広告運用現地でのポップアップ OMO ストアなどの展開を通じ前期比で104.7%の成長を見込んでおりましたが コロナ需要の反動で韓国からのオーダーが前年比で10%から15%以上程度減少していることもあり前期比で19.1%の成長にとどまり当初予算比では41.8%減の修正と見込んでおります。今後展開が始まるアアアアンアジア地域からの新規流入等 顧客数の増加は順調に進んでおりますので引き続き新規顧客層に向けたブランド提案を行い売上げの拡大に向けて取り組みを進めてまいりますこちらは毎月開示させていただいております直営チャネルの月次売上高前年同月比推移となります コロナパンデミックの沈静化もございまして第1四半期は前年比で弱含みましたが4月の青山路面店のオープン以降はインバウンド需要も戻りも相まりまして月次売上高は回復基調に戻ってきており下期は底堅く売り上げが推移していくものと想定しておりまます。続きしして、2023年度の我々の立ち位置を説明いたします。 先ほどお伝えいたしました通りに、昨年は韓国向けの売上が爆発的なゴルフブームで一時的に伸びたこともあり、今期は短期的に成長率が鈍化する見込みとなります。ブランド15周年となる2023年は、引き続き世界に向けてブランド発信をしていくための素地といたしまして、国内流通の整理と開発に力を入れてまいります。 大型フラッグシップストアの出展、既存店のリニューアルや増床などを計画的に進め、ラグジュアリーゴルフアパレルとしてのブランディングの強化を徹底しています。また、海外売上につきましては、合同展示会やポップアップイベントへの参加、デジタルツールを用いた新規売上の拡大、またアンバサダーを起用した最新動画の配信や、 各種イベントの開催などを行い2024年度以降の成長に向けた投資の一年と捉えております短期的には昨年比で売上利益は減少するものの定量的な中期成長目標といたしましては昨年末に公表したイメージは変えず2026年以降を見据え売上高は CAGR で15%以上営業利益は CAGR25% 以上での成長を目指しまた 営業利益率は20%以上、ROE は15%以上を目指し、計画的確かつ着実に取り組みを進めてまいります。こちらは、我々の成長戦略をまとめた図となります。一つ目は、最優先としておりますグローバル展開となります。デジタル B2B ツールによる全世界に向けたセールスと海外における合同展示会への出展、 EOIC から抽出したデータを分析し、ポップアップストアやイベントなどを行い、OM o 戦略を強化してまいります。また、新規展開国となるインドネシアやタイ、台湾などの ASEAN 地域、あ、え、あ、ー、ごめんなさい、台湾や中国などをはじめとした東アジアにおける現地パートナーとの交渉も進めておりまして、アジアの富裕層をターゲットにしたボリュームゾーンでの収益力の拡大も図ってまいります。 イタリア米国におきましても新規獲得既存取引先との取引量の増加も並行して進め未開拓市場においても新規卸売り先の開発を進めます越境石事業においてはパワーインフルエンサーやキーオピニオンリーダーの獲得を通じ展開国に合わせた SNS 戦略とコンテンツを充実させ引き続き売上の拡大を図ります。 またグローバルアンバサダーの獲得海外向けのアプリの開発を通じ未開拓市場に向けた新規プロジェクトなども進め収益力を強化しバランスの取れたグローバルのでの展開を進めることが今後の成長戦略となります続きましてブランドの進化強固なブランドのポジションを築くべく徹底したブランディングの強化と 我々の世界観を表現すべく、ラグジュアリーブランドにふさわしい店舗開発を継続いたします。また、欧米向けのサイズ感や亜熱帯気候に対応した新規コレクションの開発や、好調なカテゴリーの単独出店などを行い、さらなるブランドの進化と新たなトレンドの創造を追求してまいります。3つ目は、コラボレーションによるブランドの開発となります。我々のクリエイティブを軸に、 世界の優れた企業やブランドとのコラボレーションを行ってまいります新規カテゴリーの開発として環境に配慮したサンケアやチョメアウェアブランドとのコラボレーションなども比較しておりますまた生産拠点についても未曾有の事態に備えた生産計画を行い安定したブランド開発を行ってまいります以上の3つの戦略により強固で安定したブランド開発を行ってまいります 続きまして我々のロードマップとなります。重ねてのご説明にはなりますが、グローバルでの展開、ブランドの進化、新規商品開発これらの三本の矢を成長戦略として進めてまいります。定量的な中期成長目標につきましては、短期的には昨年比で売上利益は減少するものの、定量的な中期調整中期成長目標といたしましては。 昨年末に公表したイメージは変えずに2026年以降を見据え中長期的には売上高は CAGR で 15%, 15以上営業利益は CAGR で25%以上での成長を目指してまいります。また営業利益率は20%以上 ROE は15%以上を目標とし計画的かつ着実に取り組みを進めてまいります。 最後に当社の株主還元方針についてご説明いたします当社は成長途上企業であり業用拡大を目指した投資を継続していきます株主還元方針といたしましては投資に基づいた業用拡大による企業価値の向上を優先してまいりますが外部環境の急変時には自社株買い等機動的な資本政策も視野に入れ IR を強化し 株主価値の拡大を図ってまいります以上をもちまして当社2023年12月期第2四半期の決算報告とさせていただきますご視聴いただき誠にありがとうございましたありがとうございましたそれではこれより質疑応答の時間といたしますお待たせいたしましたまず最初のご質問です 韓国の卸しが大幅減となっておりますが、今後の韓国市場の見通しと挽回策について教えてくださいといったご質問です。お願いいたします。ご質問いただきありがとうございました、えー。いただきましたご質問にご回答させていただきます。コロナパンデミックによるゴルフ需要が急激に増加したことで、昨年2022年の韓国のゴルフ関連市場は、 急速に拡大をいたたししましたその反動で直近の受注にも反映されておりますが足元2023年に入ってからの韓国のゴルフ市場関連全体の動向はです、ね、前,期比で前年比で10%程度の減少にとどまっていると報告されております。 決算説明の資料にも記載しておりますが、2021年と2023年の比較では、現在、成長しておりますので、この後も韓国におけるゴルフ需要は底堅く推移していくものと想定しております。また、2022年から始めましたイタリア米国向けのオールシリーは、引き続き新規取引先の獲得が進んでおりまして、バランスの取れたグローバル展開というものを展開していきたいと考えております。 また新たに下期からはですね、インドネシア、台湾、タイなどの新規国での展開が開始予定となっております。今後もマーケットの拡大が見込まれる ASEAN 諸国、また中国をはじめとするアジアマーケットでの販路拡大に注力していくこととし、韓国に次ぐボリュームゾーンの開発に向けて代理店と強固なパートナーの開,発開拓を進めていきたいと考えております。以上、ご回答させていただきました。 ありがとうございました。ありがとうございました。お待たせいたしました。続いてのご質問です。海外卸売において、展示会に出展した米国の売上増がイタリアと比較して鈍いと思います。費用対効果、今後の可能性について教えてください。というご質問です。お願いいたします。ご質問いただきましてありがとうございます。ご質問に対して回答させていただきます。 当初よりイタリアの方が米国よりも多く受注をいただいているところからスタートしておりますその開講は現状も続いております直近では越境意思を通じて B2B の見込み客の獲得も図れていることから費用対効果も良く新規取引開発活動は行われておりまして今後も継続して新規取引先の開発を動きは進めていきたいと考えておりますご質問ありがとうございました ありがとうございました続いてのご質問です前回の決算時も中長期的に年率25%の増益を目指すとのご説明がありました今回下方修正をされ発射台が下がった中で同様の成長率を想定されていらっしゃいますそれであれば2026年12月期でも前期の営業利益を上回ることはできないように思えますがその理解で正しいでしょうかといったご質問ですお願いいたします ごごご質問ありがとうございいまます。す。回答させていただきます本日もご説明させていただきましたとおりに、短期的には業績の下方修正を行っており、当初の想定よりは目標達成までに時間がかかるものとは認識しております。 ただし、重要指標とするグローバル展開を主要戦略とし、強化することで、売上高、営業利益率、成長率、そして、我々が最重要と考えております営業利益率につきましても、中長期的に目標値に達成していけるよう、取り組みを進めることで、実現可能と考えております。 将来のことで不確実性も高く現時点で確定的なものがあるわけではまだございませんが元々想定していた中長期数字の目標の達成に時期についてはですね、当初より想定よりは1年から2年ほど後ろ倒しになるイメージではないかなというふうに考えております以上ご回答申し上げましたご質問ありがとうございましたありがとうございましたお待たせいたしました続いてのご質問です ご説明の中で中国のお話が出ておりましたが今後の展開をお聞かせくださいといただ質問ですお願いいたしますご質問ありがとうございます回答させていただきます <coughs> 中国のみならず中東やベトナム南米と一定数の富裕層を有する国々におきましても現地パートナー候補との交渉は常に進めている状況でございます その中でお客様のライフスタイルに沿った差別化が明確で高品質なゴルフアパレルの需要が高まっていると聞いておりまして我々のブロンドが注目されております厳選したパートナーエレベーから立ち上がりは少々遅れてはおりますがその国に適した展開方法を含め我々のブランディングをご理解いただける企業様との話し合いを進めておりますなおその時期など具体的な内容はこ,こ,でこちらでは控えさせていただきたいと思っております 以上ご回答申し上げましたありがとうございましたお待たせいたしました続いてのご質問です今後のゴルフ市場になっていくと思われる20代30代の若年ゴルファーおよび女性ゴルファーへの訴求策はあるでしょうかといったご質問ですお願いいたしますご質問ありがとうございます、えー、ご回答させていただきます 今後になっていく20代、30代の若年,ゴルフ若,年若年ゴルファーの皆様にというご質問かと思いますが、われわれは基本的にはラグジャリーゴルフというコンセプトのもと、ゴルフアパレルを展開しております。 あくまでも富裕層をターゲットとしているという点では20代、30代ということに限定することはないかとは思っているんですがトレンドの発信としましては20代、30代の方々のお好きなというか好みんなのアパレルというものは常に開発しております。 それはあの我々のブランドサイトホームページ等をご覧いただけると分かるかと思うんですが数多くのカテゴリーを展開しておりますそのカテゴリーも常に成長していくことでトレンドを我々の方から作り出していくというそのような考え方で今後も20代30代の若手ゴルファーの方そして20代30代の富裕層の皆様に向けてですね新しいブランド提案というものを全世界に 世界各国に向けて発信していくことを、えー、我々は常に進めております。以上、ご回答申し上げました。ありがとうございました。お待たせいたしました。続いてのご質問です。自社サイトの購買動向を見る限り、FER の売れ行きが好調のように見受けられます。一方で、こちらは普段着やサーフ商品など、ゴルフとは異なります。改めてブランドの展開、拡張性について教えてくださいといったご質問です。お願いいたします。 ご質問いただきましてありがとうございましたとおりにアンバサダーのライフスタイルをアパレルに落とし込んだ FER コレクションというカジュアルウェアをスタートしておりますこちらはゴルフというよりはアンバサダーである木村拓哉さんのライフスタイルに沿った商品展開となっており現在も発売すると瞬時に売り切れるといった状況でございます 今後も我々にしかできないプレミアムライフスタイルに沿った企画や新たなコラボレーション等を検討していきます直近ではゴルフと親和性が高いアイテムでもあります環境に配慮したサンケアや日焼け止めですねやサングラスなどの商品開発も進めておりますその他コーヒーヒや スイーツなどのコラボも商品展開もしておりまして直近では高級マカロンで有名なピエル・エルメなどとのコラボ商品なども展開しております引き続き新しい商品を開発して皆様にご満足いただけるようブランドが当社としての拡張戦も進めてまいりたいと思いますご回答申し上げましたありがとうございますありがとうございました それでは、ご質問も一巡したようですので、これをもちまして、質疑応答の時間を終了といたします。最後に、社長の松村よりご挨拶がございます。松村社長、よろしくお願いいたします。<laughs> えー、この度は、えー、予算修正する運びとなりましたが、えー、新規展開国の開拓等も進んでいることから、えー、この後も、 バランスの取れたグローバル展開を進め、目標とする成長戦略を計画的かつ着実に進めてまいります。本日はご視聴いただき誠にありがとうございました。